リトール沢サワは、韓国、横条軍出身の男子プロテニス選手。韓国のプロテニス選手として、初めて、ATP ツアー大会で、シングルスダブルスともにタイトルを獲得した。シングルス自己最高ランキングは36位。身長180センチメートル、体重81キログラム、右利き。リは、故郷の横条軍で、学校の教師に勧められて9歳からテニスを始めた。 1995年に19歳でプロ入りし、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップ韓国代表選手に選出される。翌年の1996年アトランタ五輪で、オリンピックにも初出場したが、この大会では男子ダブルスのみに出場し、1回戦でジンバブエ代表のブラック兄弟に敗れた。4年後、リトールサワは2000年全米オープンで4。 大大会デビューを果たす。予選3試合を勝ち抜いた李は、本戦でも、ピートサンプラスとの4回戦まで進出し、韓国の男子テニス選手としてイオン大大会初勝利を獲得した。この後、シドニー五輪で2度目のオリンピックにも出場し、男子シングルスに初出場を果たすが、1回戦で、スペイン代表のファンカルロス・フェレーロに敗れた。2003年1月、リトールサワは、 シドニー国際決勝で、フワン・カルロス・フェレーロを4から6、7から6、7から6で破り、韓国の男子テニス選手として、最初の ATP ツアー大会優勝者になった。1ヶ月後、SAP オープンのダブルスで、ウラジミール・ボールチコフとペアを組み、ダブルスでも初優勝を果たす。その後、2004年2005年の2年連続で、全仏オープンの3回戦に進出した。 三度目のオリンピック出場となった2004年にアテネゴリンでも初めて男子シングルスの初戦を突破し、チリ代表のフェルナンド・ゴンサレスとの2回戦に進出している。2004年は全米オープンでも4年ぶりの3回戦に勝ち上がり、アンドレー・パベルに敗れた。リトール・サワは2007年、韓国のテニス選手として史上初の世界ランキング50位以内に入った。当年度の成績は、 ウィンブルドンで初の3回戦進出と全米オープンで4回戦進出がある。リは3回戦でアンディ・マリーを破り、2000年以来7年ぶり2度目の4回戦に勝ち上がったが、4回戦で第4シードのニコライ、ダビデンコーニー1から6、3から6、4から6で破れた。リ・トール・サワー2009年に現役を引退した。その後2013年に、 現役復帰を発表し2015年までチャレンジャー大会を中心に出場した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。